い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビーチです。では今回はパワープロ2018栄冠9の続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、もうちょっとこれで不定期にしようかなというふうに思ったんですが、もう悔しくて悔しくて、なんとかもう一度甲子園の土を踏もうということで懲りずにですね、まあ、毎週金曜日と土曜日配信できるようにプレイは続けていきたいかなというふうに思います。まあ、ちょっと更新の頻度はね、以前に比べて落ちてしまうかなと思うんですけども、今お話したように可能な限り金曜日土曜日の夜、配信できるように頑張っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、強豪校まで来てるのでね、もう名門校まで、まあ、まさに目と鼻の先というところになってるので頑張りましょう。で、合宿を目の前に控えているので、合宿で使いたい練習はちょっとそろそろ取っておきましょうか。そうするとどうだろうな、まあ、ベースランニングとかはちょっともう使っちゃいましょうか。ダンベル素振り、腕立て、このあたりは残しておきましょう。まあ、チーム力を大きく底上げするにはやっぱりアイドルとのコンボが必要なんですけど、この合宿でね、特能を一つでも多くゲットできれば勝利のキーになってくると思うので、やっぱりパワーフィッター欲しいよな。ただ有能な選手かというとちょっと微妙ではあるんで、どうする？ここは素振りを入れておきましょう。まあ、やっぱりね、山崎武史が抜けてしまったこの穴どうカバーするかというところなんですけど、まあ、ここ大道もいるんで、ここでダンベル使っちゃいましょうか。さ、大道がローボールヒッターだけ、パワーヒはちょっとつかないかな。広角打法、パワーヒッター、この辺りは欲しいところなんですけどね。松野くんが重い球覚えましたね。ちょっと微妙かな。最後腕立てだ、腕立てが来た。まあここはどっちにするかっていうとこだけど、さてじゃあ心機一転やっていきましょうか。まあ、チームの方針はこれまでと変わらず打撃力重視、まあ、攻撃型のチームになってるんですけど、そうは言ってもピッチャーがある程度抑えてくれなきゃいけないので、先発中継ぎ、まあ、この辺りは2年生で固めていきましょうというのは変わらずです。で、大内くんがそれなりに打てる選手に育ってきているので、ここからはちょっとパワーに振っていきましょう。で、萩原くんとかもこの辺りは一旦全員弾道を最低2まで上げていきましょう。で、砂田くん、彼もパワーに振っていきます。今泉くんもパワー上がってきてるので弾道に振って、大道だな、大道はそろそろミートにしましょう。で、小板橋くんもミート。で、1年生に関しては一旦全員弾道を2まで上げましょう。あとはアイドルが来た時にいかに負荷の高い練習ができるかですね。来週の火曜日にアイドルがいるので、あの後に練習4か5のものをうまく当てていきましょう。今だと5の指立て伏せが来てるんで、この指立て伏せうまく絡めていきたいですね。で、アイドルに止まれるようにそろそろ調整もしていかないといけないので、
そうするとアイドルに泊まるには、ちょっと待ってくれ、アイドルに泊まれないな、このまま行くと。確実にアイドルに泊まりたいんで、指立てを使っちゃいましょう。来週の火曜日にもまたアイドルいるね。よし、練習効率を上げた後の、ここはペッパーにする守備中心。ちょっと思惑とは違いますが、しょうがないですね。ちょっと微妙な練習になっちゃったかな、やっぱり。まあ、ここはしょうがないので割り切っていきましょう。でまたアイドルが来てるんで、このアイドルで連続で大きい練習をしていきたいんですが、腕立て、またアイドルがいる。ここでうまい感じにアイドルがハマってきてますね。まあ確かにね、女の子がいるっていうだけで僕はかなりテンション上がっちゃうタイプだったんで、気持ちはねよくわかります、正直言って。女の子がいるのといないのと、あとは可愛い女の子がいるのといないのと、さらに好きな女の子がいるのといないのじゃもう全くテンション違いましたからね。じゃあ特訓マスに止まります。これでここは松野くんかな。松野くんにお願いしたいのは、対左投手、いや対左打者、C まで来たね。いやアイドル来るね。テンションアップ。弾道がみんなそれなりに上がってきたと思うので、ちょっとここで弾道選手を変えていきましょう。松野くんはもうちょっと制球を上げてもらおう。で、あと前原制球もうちょっと上げる。で、1年生の中でどっちかを後の先発候補にしていかなきゃいけないんで、服部くんをスタミナ練習に振っていきましょうか。渡部くんは肩をもうちょっと上げて、中溝くんはどうする？もうちょっと肩、将来のために上げときましょうか。で、萩原くんはパワー。湯山、彼もパワーにしていきましょう。砂田くんもこのままでパワーかな。で、今泉くんはミート。大道はミート。小板橋くんもミートのままです。神保、川北。このあたりはミートをもうちょっと上げていきます。なんとか強豪校をキープしたまま来年の1年生を迎えたいので、そのためには秋季大会ですね、ここで確実に上位進出を図っていきましょう。よし、練習効率上げてからのアロマテラピー。腕立て腹筋でも良かったかなとは思いますが、いやめちゃくちゃ上がるね。ここはよし、1-1ってきたんで、ここは素振り腕立てで分岐を作っていきましょう。やっぱり女の子がねいるといないのじゃ気持ちが全然違いますからね。もう僕の人生の、まあ、この
分岐点というかそういうものは全て女の子にかかっていたと言っても過言ではない。まあ、やっぱりね、小学生の頃は運動ですよね。スポーツができると思ってたんで、スポーツ、まあ野球、水泳、このあたりをやってましたと。で、中学生ぐらいになってくると、今度、勉強ができる人がね、モテ始めるんですよ。で、それに合わせて勉強を始めましたね、僕は。ちょっとオーダーを確認しておきましょう。ちょっと今までオーダーをあまり気にしてなかったな。まあ、とはいえ、どうだ？まともな選手がいないって言うと怒られちゃうけど、大内、大道、まあ、この辺りかな。岩崎くんとかはちょっと川北、神保比べても微妙っちゃ微妙だからな。1回戦敗退とかだけは避けましょう。まあ、そうなると4番大道、5番大内くん、うん、4番大内、5番大道くん、まあ、この辺りでしっかり点を取らなきゃいけないんで、そうなると1番2番3番、この辺りが塁に出てくれないとちょっと厳しいかな。さあ早速ツーアウトランナー一塁で大内くん。よくよく考えたら選手の特性もまともに理解してないんで、ちょっと選手の特性確認していきましょう。砂田ホーム突入、かく乱、ミートは高いですね。まあ、これは脱三に勝ち運、威圧感も持ってる。これは期待できるな。小板橋はパワーヒッター持ち、大内くんは広角打法、大道はうん、いいね。で、今泉、渡部、まあ、この辺りになってくると、ちょっと攻撃では貢献してもらうのは難しいかなっていうところですね。じゃあ、早速、広角打法持ちの大内区には、流し打ちで行きたいけど、ここは、イージーな、ポップライナーになっちゃいましたか。まあパワー B あるんで芯で捉えればホームランは持っていけると思うんですが、ここはストレートで空振り三振。変わって守備、不安のある守備だな。2番の土橋か。これヤクルトにいた土橋ですよね、きっと。あんまりいる名前じゃないですからね、土橋っていうのは。ちょっと大内くんがバットに当たってないな。これは抜けない。一塁はアウト。面白いところだったかなとは思ったんですが。さあ、一番砂田からだ。砂田くんはミートが高いんで、ここは外野の頭を抜けるのは無理でも内野のセンター前ヒット。これで、どうだろうな。送りバントをきっちり決める。よし、うまい。この送りバントはうまいぞ。一塁は、おお、一塁アウトか。で、小板橋くんパワーヒッター持ちなんで、しかも相手バッターは疲れて、相手ピッチャーは疲れている。一発狙っていこうと思ったけど追い込まれたんで、ここでミート対応に変えて犠牲フライ狙いでいきます。わー、空振り三振か。これで高橋、この高橋って何者なんだっていうのを確認していきますか。転生プロの高橋か。高橋ってね、いっぱいいましたからね。ジャイアンツにも高橋いたし。さあ、ここは大内くん、今日いいところないけど、ボテボテの当たりだ。まあ、一塁アウトですね。今のチャンス生かせなかったけど、なんだかんだで1点先制してくれてる。ここは黄色い声援、黄色い声援にはね、僕も弱かったですからね。転がそう。ただゲッツーは怖い。その怖いゲッツーになっちゃったな。この1点を守りきれるかっていうとちょっと不安だからね。島袋、まあ、ここはもう威圧を使ってしっかり先頭打者、
打ち取りたいっていうところでどう抜けるか。これはどう。9回の裏ノーアウトランナー2塁。9回の表ですね。そしたらちょっと伝令を送って守備を気合を入れさせましょう。低め中心、デッドボールか。どうした、ちょっと危ない雰囲気になってきてるけど、まあ5番で勝負、うん、ちょっと待って、これはどう取れるよね。さあこれでスクイズも警戒しなきゃいけないところになっちゃったんだな。これは1点だけどゲッツーは無理。どう、よしゲッツー、ナイスプレー。今のはゲッツーが崩れてれば9回の表同点に追いつかれてしまうっていう場面でしたからね。まあ、初戦敗退はなんとか免れましたというところです。1000円のやつは基本持ってるんだったらお楽しみ券を買っていきましょう。さあ今日の張り切りボーイ砂田かな、1番バッター。ここもなんとか勝ちたいからな。なんとか冒頭でもお話したように強豪校のまま、強豪校にステイしたまま入学式来年を迎えたい。まずはそういう意味で言うと先制点、先制点が欲しい。さあ砂田、彼はミートが高いんでちょっと上がりすぎかな。ストレートなんか旗で見てると威力はありそうですね。ツーアウトランナー三塁一塁の守備ピンチの場面です。バッター1番の角田くん、ちょっと強心臓はまだ使えないな。よしナイス、当たりが強烈だったんでヒヤッとはしましたけど。どう、うーんうまいね飯尾くん、相手のサード守備うまいな。そして4番大内、抜けていく、これは帰ってこい帰ってこい、帰ってこないか。で5番の大道、頼むぞ大道、ボテボテだ。大道はアベレージヒッター持ってるんで強振じゃない方が良かったかもしれないですね。監督の指示としてちょっと微妙なことをしてしまいましたけど。これはうまいね、ただファール、三振が欲しい。よしこれはしっかり一塁がそのままちょっとベース踏んで欲しかったけどな。で8番の伊沢くん、彼は打率2割台なんでね、しっかり抑えましょう。よしうまいね。さあ今回は砂田くんからまずは出よう。ただちょっとポテポテの当たりか。
6番の今泉、そろそろ点を取りに行かなきゃいけないので点を取りに行きましょう。よだか、よく見たらこれは打てないわけだな。まあ、ここで黄色い声援使っちゃうかどうかって微妙なシーンだけど、もうこのまま負ける可能性もあるんで使っていきましょう。どう？抜けてくれれば、抜けてくれ。そしてピッチャーが小林に変わってますね。ちょっと小林ってどの小林か確認しときましょう。天性プロの小林、小林もね、抑えの小林いましたよね、ロッテに。勝負しよう。どうだ、切れていく。ここはちょっと一旦ミートに変えて流そう。よし、先制点、ナイスバッティング。で9番の岩崎、2球で追い込まれてからのライト前ヒット。これはチャンス広げてくれたんで、この回で試合を決めよう。1球待って、あ、入るか。よし、うまいね。2点タイムリーになる。1球待ちましょう。よし、フォアボールで3番パワー日持ちの小板橋。いいね、完全に小林を捉えてますね。で小向井くん、ちょっと小向井くんも確認していきましょう。記憶にない名前なんで天性プロとかではないですね。はい、特に注意しなきゃいけないのもなさそうなので勝負しよう。さあ9回表、ここは最終回ですが、このあとしばらく試合は開くのでこのまま続投させましょう。ボテボテの当たりだけど、どう今泉。よし、これがね、予選、夏の予選みたいに過密スケジュールってなると少しでも先発休ませたいなと思うんですが、この後は、まあ、関東大会的なところに進んでいくと思うのでちょっと時間が空くはずなんですよね。なので一旦このまま完封させます。強豪校としての貫禄を見せたね。まあ終盤しっかりチャンスで活躍してくれたのが良かったかな。じゃあアイテム忘れないうちに使っていきましょう。ちょっと時間がね、まだ30分までもう少しあるのでしばらくもうちょっとやっていきましょうね。
大工がいるんで、月曜日の大工に泊まって、機材をちょっと、耐久力戻しておきましょう。せっかく買った機材も壊れたら、パーになっちゃうんで。さて、そしたらサムカーエはどうする？コントロールに振っていきましょうか。待つのは急速アップに変えていって、1年生はまだまだこのままでいいかな。これ例えば火曜日アイドルに泊まって体育祭まで3日しかないじゃないですか。ここで5の練習を入れた場合って5の効果が得られるのか、結局3しか進んでないから3の効果しか得られないのか、どっちなんでしょうね。まあ、ただ5の効果が得られると信じてミートバッティングを入れていこう。仮設シャワーは地区大会始まる前まで取っておきましょう。前評判 C の高校との戦いか。となるとどうする？仮設シャワーを使いたいんで、まず腕立てを入れて、じゃちょっと地区大会の1回戦目まで、時間が30分になっちゃいましたけど、プレイをさせてください。アイテムでムービングファストボールを覚えさせましょう。んで、ここでは確実に疲れを取るために仮設シャワーを投入。さあ、今日の張り切りボーイは大道だな。まあ相手の戦力は前評判 C ということですけど、我々もおそらく戦力的には C、 下手したら D っていう可能性があるんで、まあ油断ならないチームではありますよね。利根学園群馬代表。ちょっと早速相手の分析をしていきましょう。戦力分析。まあ4番 C。で、我々、どう相手投手を崩していくかっていうところで言うと、まず茂木くんか。スロースターター。これは狙い目だな。で、野手で言うと、南雲、大岡、鷲尾。茂木くんって何？野手能力もそれなりに高いんですね。まあ、めちゃくちゃ強いチームっていうわけではないんで、やっぱりいつも言ってますけど、ここは先制点を取りに行きましょう。阿部日持ちの大道だけど、ここは打ち上げたね。下位打線がちょっとね、あんまり期待できない打線なんで、2点ビハインド。よし、これはどう？シングルヒット。下位打線がちょっと期待できないんで、早めに1点2点と返しておきたいんですよね。
ゲッツーが怖いんで、ちょっとゲッツーだけはやめてくれって感じかな。そのゲッツーだー。さあさらに1点取られてこの状態か。うまいね、大道は本当にうまい。ただね、この大道の後が続かないんですよ。なので大道の前にランナーを溜めた状態で大道に回ってくるといいんだけどな。さあ渡部君、渡部君とかもね、おー期待できないって言ったらいい当たりしたけど、まあセンター正面の当たりでした。追加点は許されない状態でツーアウトランナー三塁一塁。もうここは負けられないので強心臓を使っていきましょう。南雲、これはしっかり落下点に入ってます。さあ1番の砂田、ここからですね。ワンアウトランナー一塁、まずはランナーをしっかり進めましょう。抜けていく。で怖いのがゲッツーなんですよね。ただここは本当にもう3点差あるんでヒッティングでいくしかない。ミート対応の積極打法に変えてヒッティングでいこう。これは打ち上げちゃったかな。そしてパワーひも1の小板橋くんなんで強振。ちょっと上がりすぎか。このまま3点差でいってもきついのに点差を取られるわけにはいかないんでゲッツーが欲しいな。どうだ、あ2球で追い込んだ後に2点タイムリーか。ここはちょっとピッチャーを変えていきましょう。松野、同じ2年の松野にスイッチ。強豪校で居続けるためにはここで負けるわけにはいかないのに、ちょっとそういう気持ちで投げてほしい。うん、最後はカーブ、2球で追い込んだ後にフォアボールか。まあしょうがないな。まあ、長打を打たれて試合を決められるのが一番怖かったんで。さあ大道からですね。もう大道さすがの打率ですよね、4割超え。うまい。よし、さらに弾いてる間に大道が三塁まで進む。これでワンアウトランナー三塁一塁。こっからなんだよな。こっから犠牲フライを狙ってもしょうがない場面なんで、ここは流し打ちでいきましょう。ちょっとインコース攻められてるな。引っ張りに変える。だー、飛び出してる間に刺されたかなと思ったら相手のミスが絡んで1点返した。まあ流れはどうなんだろう、悪くも良くもない。ここでもう 2,3 点取れれば流れは一気に来ると思うんだけどね。1点止まりか。しかも相手のミス。最終回につなげるためにもここは0点でいきたいですね。まあ、今の後ろに反らしてたら抜かれてたら1点っていう場面だったんでよく止めてくれました大内くん。これは追いつけないか。追いつけないね。いや利根学園強いわ。
うん、持ってかれたぞ。追いつけるね、追いつけるね。よし、まあ、ダッチアップで三塁に進まれましたけど、まあ御の字ですね。9回表の奇跡のために、まあ高校野球で4点差これは分からないからね。出れないか。先頭打者が出た時の期待感はだいぶ膨らむんですけどね。ここは二塁まではちょっといけないかな。うちのチームは足はみんな遅いからな。前原のところで正直出せないんだよね、ライダーを。ゲッツーだ。さあこれで強豪校から落ちるかどうかですね。関東大会1回戦敗退。中堅に落ちたか。しょうがない、しょうがない。我慢しましょう、耐えましょう。はい、というわけでね、ちょっと残念ながら強豪校から落ちてしまいましたが、新生チームそれなりの手応えは感じることができたと思います。来年の夏の甲子園大会に向けてしっかりチーム作っていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。